い、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画はこれからスタートするインボイス制度に向けて、この消費税の基礎の知識がないと理解がなかなかできない原因となりますので、こちら消費税の基礎を今回の動画でしっかりと解説をしていきたいと思います。動画の方で一緒にしっかりと勉強していきましょう。私はオンラインサロンを運営しています。また各 SNS、 TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひチェックの方お願いします。また自営業向けに本を出版しています。 Amazon や Kindle、 書店でも購入可能ですので、ぜひチェックの方してみてください。それでは早速本日の動画の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容、インボイス制度に向けた消費税の仕組み基礎編ということでいきたいと思います。本日の内容はこのような流れでいきます。まず大事な消費税の仕組み基本について押さえます。その次、消費税を納税する人ってどんな人、どうしたら消費税ってそもそも納めるんですか、そこを解説します。そして消費税の計算方法には2種類あります。この2つの方法をざっくりと簡単に解説をします。1つ目が一般課税制度と呼ばれるもの、2つ目が簡易課税制度、この2種類の計算方法をしっかりと押さえましょう。そして最後、インボイス制度に向けてのコツ、ポイントを解説してまとめ、本日はこのような流れになっていますのでお願いします。今回消費税の基礎ということでかなり省略して説明をしています。正しい言い回しやね、正しい専門用語じゃない場合多々あるかと思いますけども、分かりやすさを優先、また基礎だけをピックアップして紹介していますので、そこだけはご了承いただけると助かります。はい、それではまず消費税の仕組みから解説をしていきます。この消費税というのはどういうものなのかと言いますと、消費者が負担して事業者が納付するという仕組み、これが基本のベースです。要はここですね、お客さんが払った消費税をお店の人や会社が自分で確定申告で計算をして税務署に支払う、これが基本的な流れになります。まずここを押さえましょう。図でね、解説していくと、ここにお客さんがいて、皆さんね、スーパーなどとかする時はもちろんね、消費税含まれて請求が来ると思うので、消費税乗せて払ってると思います。これが基本ですね。そしてお店に払います。そしてこのお店や会社が消費税を、ここですね、お客さんが計算するわけじゃないので、消費者の代わりに納付して税務署に納める、これが一番ベーシックな消費税の仕組みになります。そしてここなんですけど、皆さんは普段このお客さん目線で消費税っていうのを考えてるんですね。物を買う時に税金がかかってる、消費税が乗ってるっていうのはもちろん分かってらっしゃると思います。でもここが一つ立場が変わって、自分がお店をしている、要は自営業やフリーランスの方は、自分が今回この消費税というものになると、立場が一つこっちにスライドして、この間に入ることになってしまいます。ここが一つのポイント、要は普段とはね、立場が変わるということを分かっていただければ、ここはいいかと思います。そしてもう一つ大事なステップがあるんですけど、特にね、免税の方、今まで消費税の確定申告をしたことがないという方、ここの図表を理解できない、もしくは知らないからインボイス制度が分からなくなってしまう、まあこんがらがったりするわけです。ですのでちょっとね、ハードル上がるんですけど、もう一ランク上げてこちらの表解説していきたいと思います。こちらの表を見るときに一つポイントなんですけど、一つの商品を購入するということで考えます。商品がいくつかあるともうまた複雑になってしまいますので、一つのこの商品が5万円ってところからスタートします。ここ押さえてくださいね。で、製造業者がいて、卸業者がいて、小売がいて、消費者の方に手を渡るっていうパターンで考えます。ここのこの流れがインボイス制度を理解する一つのポイントとなってきますので、皆さんちょっとね、しっかり頑張ってちょっとついてきてほしいなと思います。まずこの製造業者の方が、この一つの商品を5万5000円で次の卸業者の方に売ります。まあ要は卸業者は5万5000円で仕入れるってことですね。で、この製造業者はこちらですね、仕入れは特に何もなく自分のところで材料を手に入れて、まあなんか変な話なんですけど、まあここでね、完結していて、この商品を売ってると仮定をします。実際そんなことないんですけど。で、売上が5万円で、消費税はもちろん 10% で考えます。今回ね、 9、8% とか軽減税率は無視します。また分からなくなるので、 10% と仮定してこの話は進んでいくと思ってください。で、5万円ですので 10% の消費税で5000円になりますね。そうするとこの方の消費税の納付額、ここではね、免税か課税か関係なく、ただシンプルに消費税の納付額はいくらですかっていうと5000円というふうに計算して申告納税をすることになります。じゃあ
この卸業者の方はどうなのか、この製造業者、まあ、5万5千円で仕入れた商品を次は小売業者であるところに7万7千円で販売価格をつけて売ったとします。ですのでこの方は7万円の消費税なので7千円で、仕入れをしているので仕入れをした時に払っている消費税ってありますよね。それが 10% の5千円になります。じゃあこの卸事業者はいくら消費税払えばいいんですかっていうと、この7千円から5千円を引いた2千円を納付します。じゃあ次の段階ですね。ここでいよいよ消費者が出てきます。まあ普段私たちはねこの消費者目線でね普段生活していて見ていることが多いんですけど、ここの消費者に要は値段をね、もちろんね仕入れた値段より上げないとこの小売業者儲かりませんから11万円で売ったとします。そうすると消費税は1万円ですよね。消費者はこの支払い金額、要は消費税を1万円払うわけです。じゃあこの小売業者はいくら消費税納付するんですかっていうと、仕入れている分があるはずですので7万7000円で仕入れてますよね。なので消費税は7000円になります。ということは消費者の方から預かった1万円から自分がね仕入れる時に支払った7000円を引いた3000円を納付するというふうな流れになってきます。世の中はこのように数珠つながりになっていて、いろんな取引先からいろんな消費税をこう仕入れてまた売ってっていう形で、消費税というものは数珠つなぎで流れていっているというふうにイメージをしてください。そしてここがね一つのポイントのまたねミソかもしれないんですけど、消費税のこのねお客さんが負担した1万円とこの3つの事業者が納付する消費税の金額っていうのは合います。なので5000円と2000円と3000円を足すと1万円ですよね。消費者の方が負担してくれた1万円が各業者ごとに消費税として税務署に納めている、この風な仕組みになっています。ここまで大丈夫でしょうか。皆さんついてきてくださいよ。でこの流れのイメージがないとインボイス制度をちょっと理解するの難しいので、ここはねしっかりとね何度も何度もちょっと理解するため表を見ていただければ助かります。はい、それでは次の話に行きますね。じゃあ実際消費税を納税する人ってどんな人なのかというと、原則基本は課税売上高が1000万円を超えていたら消費税を納付することになります。これが今の制度です。まあねざっくりとね説明をしているんですけど、要は売上高が1000万円を超えたら課税事業者、要は消費税の申告をする人になります。ここね表で見るとちょっと分かりやすいと思うので解説するんですけど、令和元年に例えばね売上高が1000万を超えた場合は、この令和元年度に消費税の申告が発生するんじゃなくて、消費税というのは少しタイムラグが発生します。そのタイムラグがいつかというと次の年になります。ですので令和元年に1000万円を超えた方は令和3年に初めて消費税の申告をするということになります。でね、この特定期間のことはね今回ちょっと説明を省きます。また課税売上高が1000万円以下だと今まで通り、要は免税事業者消費税を払わなくてもいいですよ、消費税の申告をしなくていいですよというふうに該当します。ですので基本はこの売上高が1000万を超えているのか超えていないのかで、今の制度は消費税を払う人、払わなくてもいい人、要は免税事業者というのを判断しています。この資料はね国税庁からの資料になります。そして今の税率なんですけど 10% ですね。消費税 10% は国に 7.8%、 地方に 2.2% 分けて支払っていることになります。そしてまたね軽減税率って皆さんご存知だと思うんですけど、食品を買うとね計 8% ですよね。この場合は内訳が国が 6.24%、 地方が 1.76% になってます。この中にもちろん中にはねもしかしたらまだね 9.8% っていうねお仕事がねまだ残ってる、まあ、もうそういう取引をしているって方がいるかもしれないんですけど、まあ、今はこの日本は 10% と軽減税率の 8% と 9.8%、 この3つの消費税の税率がミックスしている時代になっています。そこでねちょっとね免税事業者なのか要は課税事業者なのかどういうふうに判断するか基礎が分かったところでね、次図解でもう少し解説をしていきたいと思います。はい、図解です。こちらかなりシンプルに作ってますのでご了承ください。例えばこの年に課税売上高が1000万以上超えましたと、赤いね三角があってアップになってますけど、そうするとどこで課税事業者消費税の申告をするかというと、タイムラグがあると言ったので、ここの次のこの期間ですね、ここの時期に課税、要は消費税の申告をすることになります。でここ皆さんね勘違いしやすい方ねいるんですけど、1回1000万円超えて課税事業者になったらもう元には戻れないんじゃないですか、ずっと消費税で払い続けるんじゃないですかって思ってる方いるんですけど、そんなことはないです。例えば次の年に1000万以下を切りましたと、またね売上額が800万円に落ちました。そうすると次の年は免税事業者、要は申告書、消費税の申告書をしなくていい、または消費税の申告をしなくてもいいという風な免税事業者になります。大丈夫ですかね。そうなんです、このタイムラグがあるがゆえに皆さん消費税がこんがらがれやすいポイントになってるわけです。なので1000万超えた次の次は消費税払う、例えば次の年は1000万以下で超えませんでした、したら次の次は払わない。
そしてもう一つねポイントあるんですけど、この1000万円を超えた年、この年に消費税払うんじゃないですかって思う方もいらっしゃるんですけど、それも違います。この次の次から課税期間になるので、この期間の売上に対して消費税がかかってくる。要は消費税を計算して申告をします。例えばここで5000万円売り上げていて課税事業者になりましたと。なので次の次の時にはね、課税事業者で消費税の申告をしなければいけないんですけど、ここで5000万円売り上げがあった、この5000万円に対して消費税がかかるのではなく、ここの売り上げにかかってきます。例えばここの売り上げがね1200万円でしたとなった時には、ここでは5000万円の売り上げでも、ここの1200万円、ここの売り上げに対して消費税が計算されてかかってきます。これがね今の制度になりますので、しっかりと押さえておいてください。ですのでこのタイムラグのズレと、この1000万円いった、もしくは1000万円切った時によって、またその次の次の年が免税か課税かっていうのがこう変わってきますので、一回消費税行ってしまうんで、ずっともう売上安定しててね3000万ぐらいあるよって方は考えなくていいんですけど、1000万あたりをこううろうろされたりあったりなかったりする方は、消費税っていうのはねかなりややこしい制度になりますので、自分はいつ納税する時期なのか、それをね前の前の年で判断しますので、ミスのないように気をつけてください。次にね、消費税の計算方法には2種類あるので、2種類について説明をしていきます。はい、消費税の計算方法について紹介します。まず1つ目の方法、原則と呼ばれるものです。一般課税と呼ばれるものですね。この方法はどうやって計算するんですかっていうと、この売上の消費税額から仕入れ経費等にかかった消費税額を引いた金額を消費税として納めるというふうに計算をします。これね分かりやすかったので、マネフォワードさんのね表をちょっとね引っ張ってきたんですけど、預かった消費税、このね預かったっていうのもね消費税、正しくは専門的にダメなんじゃないのかっていうふうな言い方あるんですけど、こちら分かりやすい表現を優先してますのでお願いします。でこの預かった消費税から実際自分が仕入れや経費使いますよね、その時にも消費税を払ってると思います。ですので実際に支払った消費税を引いて、ここを仕入れ税額控除と言います。この仕入れ税額控除っていうこのワードもインボイス制度を理解するためにちょっとね大事なワードになってきますので、ここでしっかりと押さえてください。ここのことを言っているんだなっていう、仕入れ税額控除っていうのはっていうのを頭に入れておきましょう。そしてその差額を計算して消費税を納付するという仕組みになっています。これね先ほど一番最初に紹介した図と一緒だと思います。紹介した図もう一回ちょっと引っ張ってきたんですけど、先ほど説明した表もこのように差し引きして消費税額、納める消費税額を計算してたと思います。これは原則の方法というもので、これがね一般課税と呼ばれるものです。はい、このようにかなりシンプルにね計算してますけど、取引っていうのは量が増えてくれば狂えてくるほど、またね取引ビジネスすればするほど量が増えてきますので、一つ一つの取引を全部チェックを入れて差し引きして計算するので結構煩雑、めんどくさい。まあね大きな企業さんとね経理部門があったりするんですけど、個人の方やフリーランスの方がこの方法でやろうと思ってなかなか厳しいんじゃないかなというふうに、煩雑なのでねちょっといやいや難しいんじゃないかなというふうに感じますね。それでは次ですね、2つ目の計算方法について次のスライドから紹介していきたいと思います。はい、そして2つ目の方法が簡易な計算と言われるもので、簡易課税というふうに呼ばれています。これは売上の消費税から売上の消費税みなし仕入れ率をかけたものを引いて計算をする方法です。そしてこのみなし仕入れ率っていうのは業種によって決まっています。例えば卸売業の方は 90% というふうに、小売業の方は 80%、 要はみなし仕入れ率、この業種の基本まあだいたいこれくらい仕入れや経費で使うよねっていうこのパーセンテージが決められてるってことです。ここはもう深く考えず、3種なら70、2種なら 80% というふうにこうちょっとね受け入れてしまった方が理解が早いと思います。で例えばサービス業の場合は 50% になります。不動産業の場合は6種になるので 40% です。この簡易課税の注意点が2つあります。1つ目、ここに注意マークあるんですけど、この課税売上高が5000万円以下じゃないと簡易課税は使えません。要は簡易な計算になりますので、売上が大きいところ、また中小企業みたいなところはこの簡易課税ではなく、要はね5000万円超えてるような規模のところは1つ目の方法の原則の方法で計算をしてくださいということになります。ここね足切りがありますのでお気をつけください。そして簡易課税を使いたい方は事前に届け出が必要になります。要は簡易課税で計算をしたいですっていうのは税務署に用紙を出す、これが必要になってきますので、これを出し忘れていますと1つ目の原則の方で計算をしなければいけなくなりますので要注意です。この2点気をつけてください。はい、ではね図解でどうやって計算するのかを紹介したいと思います。
具体的な方法です。こちらの表ね、私がね出してる本の中にも抜粋してるんですけど、まあ、消費税の説明ももちろんこの本の中にありますし、インボイス制度の説明もね少しですけど中に入れてありますので、ぜひ気になる方は Amazon なので、まあ、楽天ブックスなのでチェックしてみてください。はい、じゃあ簡易課税を選んだ時の計算方法です。例えばね、小売業で売上が2500万円の場合、小売業になるので 80% ですよね。みなし仕入れ率が 80% になります。で、2500万円の消費税 10%、まあ、8% はとりあえずちょっと一旦ないということで 10% という前提で話計算をします。で、 10% なので250万円になりますね。そこから売上に対して消費税のこのみなし仕入れ率 80% をかけるんですね。そうすると200万円と出ます。要はここが仕入れ税額控除、要は仕入れや経費などで支払った消費税はみなしでこれぐらいですよねっていうような計算をして出します。ですので実際、ね、一番の方法の、ね、原則で計算してみる場合と、この簡易課税で計算した場合に消費税額が違ってくるってことになります。ですのでどちらで計算をするか選択をしてくださいねっていうことなんです。で、250万円から200万円を引くと、今回この方は納める消費税額が50万円になりますよっていうふうに計算をします。でね、やはりこのビジネスをしていると、このインボイス制度ももちろんなんですけど、消費税の知識がないと、その相手先、取引先が例えばね、企業が大きいとか、取引先が会社法人化しているみたいなところと取引をしていると、やはりこういう話をされた時、もしくはあなたのとこインボイス制度どうするんですかって確認された時に話の土俵に乗れないってことになりますので、しっかりと消費税の基本とインボイス制度の基本っていうのは押さえておかないと、後々自分が大変なことに巻き込まれる可能性が高いですので、しっかり押さえておきましょう。なんかね、分かんないし後で調べればいいから適当に返事してこうっていうことでね、自分のところインボイス制度やりますよみたいな迂闊に答えてしまってね、後で調べたらそのね取引先と揉めることになったりとか、また消費税の申告をしなければいけなくなるっていうことを知らなくって、消費税のね税額がね、この方でも例えば2500万円の売り上げで小売業だと50万円ほど出ますので、その分ねしまったなってことになりがちですので、しっかりと消費税の基礎、あとインボイスに向けて準備をしていきましょう。じゃあ次、最後ですね、消費税の届けについて簡単に紹介をします。消費税の届出についてです。先ほどね、届出必要でしたよと言いましたけど、この届出はどこに出すかというと、税務署へ出します。届出をするねポイントっていうのは2つあります。先ほど言ったように、ね、簡易課税を使いたいという時に出さないといけないって言ったんですけど、そもそもまずこの課税事業者になったタイミングで消費税の課税事業者になりましたよっていう宣言書、消費税課税事業者届出書っていうのを税務署に出す必要があります。そしてもう一つのポイントであった消費税でね、簡易制度の使った計算方法をね選択したいっていう方は、この消費税簡易課税制度選択届書という書類を税務署に提出をします。こちらね、届けについての基本的なポイントになりますので、その他ね必要な書類ってあるんですけど、とりあえず一番ベーシックのこの2点について紹介をしました。で、消費税の届出の書き方については本の方の第5章にね書き方詳しく載ってますので、ぜひね気になる方はね、どうやって書けばいいんだろうっていうね、1番2番3番みたいになってますし、こちらの方開業届の書き方とかね、青色選手者給与のね書き方、届出の書き方も全部載ってますので、まあ、1冊ねギュッと必要なことまとめてありますので、ぜひチェックの方お願いします。はい、まとめです。インボイス制度に向けてですね、まず消費税の仕組み、もう基本を抑えるっていうことが必要になってきます。インボイス制度ね理解しようとかね勉強しよう、もしくはねちゃんと勉強してかなかって皆さん思ってると思うんですよ。でもなかなかわからない、難しい、理解できないっていう原因は、この消費税の仕組みをわからない、知っていないっていうことが原因になっている方が多いんじゃないでしょうか。いよいよね令和5年の10月からインボイス制度スタートしますので、それまでにしっかりと備えて知識を入れておいて対応できるようにしておきましょう。ほとんどの方がねフリーランス個人事業も巻き込まれる制度改正になってますので、あのまたね動画の方出しますので、一緒にね頑張って勉強をしていきましょう。そしてインボイス制度を知るということで、過去にね動画を2つ作ってあります。インボイス制度のねこの2つ厳しめのサムネイルで出しているんですけども、こちらのね動画もう60万回再生突破してますので、多分皆さん気になってる内容だと思います。最新でまたねリメイク動画作ろうかなというふうに考えてますので、ぜひ気になる方、もしくはねインボイス制度頑張って勉強しようという方はチャンネル登録をしてお待ちください。先ほどからね案内言ってるように本出てますので、ぜひよろしくお願いします。本当に必要な内容が一冊にギュッとまとまってますので、分かりやすく、しかも簡潔ですのでね、かなり読みやすいと思います。 Amazon の評価もいいので、ぜひチェックの方お願いします。あと私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目のメリットが、オンライン上で質問や相談を直接税理士にすることができるということ。2つ目はサロンズームを定期的に開催しているので、私にズームで対面して質問や相談をすることができますし、またねサロンメンバー
かなりいろんな、ね、業種の方いますので、異業種交流ということで情報交換ができる、非常にためになるということで好評です。今サロンメンバー110人ぐらいになっております。3つ目、税理士の裏側を公開している点です。こちらね、私が普段ビジネスどうやってやってるのか、 SNS の集客方法、 TikTok や YouTube の裏側、またねビジネスの情報や新しい税金情報、オンラインサロンのみだけにね投げてますので、ぜひオンラインサロン気になるなって方は概要欄の URL から飛べるようにしてありますので、チェックの方お願いします。はい、そして私は自営業フリーランス向けに役に立つような情報を流しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。感想やコメント、高評価ボタンいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また他 SNS もやっております。インスタグラムは 1.4万人、 Twitter、TikTok は6万人で厳選クリエイターとなってますので、他の SNS も概要欄から飛べるようにしてありますので、合わせてチェックの方お願いします。はい、本日の動画は以上になります。最後までね、いつも見てくださってる方ありがとうございます。いや、ほんとね、インボイス制度ね、顧問先にも説明に回るんですけど、やはり消費税払ったことない免税事業者の方に、この消費税の基礎がない、要はね、今まで払ったことないから知らないのって当たり前じゃないですか。説明するのってすごく難しいなとかね、分かってもらうの難しいなというふうに私も日々感じています。そういう理由もあって、なるべくね、多くの人にこの消費税の基本を知ってもらいたいなということで、今回の動画を作成いたしました。皆さんね、あのインボイス制度嫌だなとかね、よくわかんないな、なんでこんな制度できたんだろうと思ってると思うんですけど、それは結構私たち税理士も一緒で、法改正があるため、またねコロナにね給付金補助金出たと、もう毎回竜巻に巻き込まれているのと同じような状況です。前回のこの軽減税率もね、多分ね同業の先生たち皆さん巻き込まれてると思います。また大変なやつが入ったなと思っているところに、まあ、さらにインボイス制度が入る、しかもほとんどの方がね関係してくるっていうようなことですので、しっかりとね抑えておかないと、まあ私もそうですし、まあ、税理士の先生もしっかり抑えないと、これからねちゃんと勉強して対応していかないといけないというものもありますし、もちろんねビジネスしている方、フリーランスの方にとっても知らないでねいいですよみたいな情報では今回法改正ではないので、しっかりとね勉強しておきましょう。わからないときは何度も見返してみて、またね他の先生の動画を見るっていうのもすごくいいですので、まあ、ぜひね他の先生の動画も見てみるのもいいと思うので、探してみてチェックしてみてください。はい、それでは長くなりましたが、本日の動画は以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。